グッドグッドグッドバイロンでございます。日本沈没第5話レビュースタート。今回の第5話は第1章の終わりということで、よりリアルに再現されてたと思います。被災地で起きている現状を目の当たりにした主人公小栗旬はアンと共に、まずバスで事故を起こしたのが同じアンのお母さんと娘のアカネ、そして比嘉愛未さん、元奥さん、そして旦那さんのバースと一緒だったということで、探しに行って捜索をするんですよ。で、冒頭の先ほどの漁師役がですね、約18年ぶりにガッツ石松さんが出たんですけども、 OK 牧場の人ですね。すごくいい人で、今日は荒れるなと言って了解を得た感じで乗せてくれたんですよ、船を。それで病院まで行って、どうなったかっていうと、ネタバレして申し訳ないんですが、アカネたちは無事でした。そしてアンのお母さんも無事で、ですが次の旦那さんになる方は足をちょっと痛めちゃった感じで車椅子に乗っているんですよね。それで小栗旬は何をその後やったかっていうと、やはり被災地で目の当たりにした老人も含めて、もう寒さでもう凍りつくような感じで、もうやばい、もうこれで終わってしまうっていう感じだったんですけど、ウエンツ英二さんに頼んでもらって物資を調達してくれって言って、被災地にわざわざ内閣総理大臣も来て、あと実はマツケンさんも来てくれたんですけど、これはマツケンさん演じる時和のおかげで、一刻も早く復興という願いを込めて、親友の頼みならということで自衛隊とか派遣してくれたんですよね。こんなうまくいくかなと思うんですけど、やはりこの悲しい現実を目の当たりするのがこの日曜劇場のすごいところだと思いましたね。まあ悲しいシーンがなかったので、 ほとんどそれは本当救いでした。はい、小栗旬さんと松山ケンイチさん、中村徹さん、アンさん含めて豪華キャスト最高です。第2章も見逃しなく。それではグッバイ。